はい、皆さんこんにちは。今日は純正アプリのキーノートを使ってこういうインスタグラムのアイコンデザインみたいなのを作っていきたいと思います。で、これねめちゃくちゃ簡単にできるんですけど、今日はこの作り方をですねお見せしながら、キーノートの機能ですね、結構ねキーノートってたくさん便利な機能がついてたりするので、それの紹介をしていきたいと思います。で、このキーノート最近アップデートをしてて、トラックパッドとかマウスとかがすごく使いやすくなったのと、あとねおしゃれなテンプレートがたくさん追加されてます。なので簡単におしゃれなプレゼンテーションボードが作れたりするようになってるんですけど、それの使い方とかも最後にちょっとお話できたらと思ってます。で、キーノート立ち上げたら、プラスボタンで始めていきます。で、そうするとたくさんテンプレートが並んでるんですけど、今回は、はじめ基本っていうタブのところにある、ベーシックホワイトってやつを選んでください。これですね。で、これはもうめちゃくちゃシンプルで超プレーンなテンプレートなんですけど、開いたらここにテキストとかが載っちゃってるので、これを全部削除してください。タップすると削除っていうボタンが出てきます。で、ここにインスタグラムのアイコンを作っていくんですけど、アイコンって正方形なので、このキャンバスをですね、正方形にトリミングしていきます。で、その時は右上の点点点のところから、書類設定っていうボタンがあるんですね。これを押して、その下、右下にスライドのサイズっていうのがあります。で、この中から一番右側、カスタムを押してください。で、そうすると自分の好きなサイズに変更することができるので、今回500ポイント×500ポイントで設定します。で、そうするとこういう感じの正方形で、キャンバスを作ることができました。で、ここにグラデーションの背景をつけていくんですけど、キーノートはですね、もうすごい簡単にグラデーションを作れる機能があるんですね。で、それが上のですね、このブラシのマークを押すと、今背景のところが白色になってるんですけど、ここをタップすると、色を変えることができるんですね。で、このカラータブを選択すると、もっとたくさんのカラーパレットが出てきます。で、さらにその横、グラデーションっていうタブがあるんですけど、ここでグラデーション、背景グラデーションを作っていきます。で、2色選べて、開始カラーと終了カラーっていうのがあるんですけど、その開始カラーを例えば黄色にして、終了カラーをこういうピンク色にすると簡単にグラデーションが作れますね。で、ここでカラー反転とかもできるし、あと角度をね、変えるとこのグラデーションのどっち方向からグラデーションが来るかっていうのも調整することができます。で、もうちょっと色味をね、追い込んでいきたいので、隣にインスタのアイコンを、置いてみながらちょっとやっていきたいんですけど、このブラシのボタン選択して背景のところを押すと、またさっきと同じように色を変えることができるんですけど、さっきこのカラーパレットでやったんですけど、これをですね、左にスワイプすると、このカラーホイールの、パネルに切り替わります。で、ここでもっと細かいサイドの調整だったりとか、あと明度ですね、暗くしたりとか明るくしたりっていう調整ができるので、ここで、狙って作っていくっていう感じになります。で、2色しかこのグラデーションの色は選べないので、本物のインスタグラムのアイコンは多分3、4色ぐらい使ってるので、ちょっと完璧にはできないんですけど、角度とかをね調整しながらやっていくと、なんとなくいい感じにはできると思います。で、グラデーションができたら、角丸の図形を付け加えていきます。プラスボタンから、この図形のタブっていうのがあるんですけど、これを選択して、さらにですね、基本っていうところに行きます。一番左かな。基本っていうところを押すと、角丸の正方形がそこにあるので、それをポチって押すと、こんな感じで画面上に配置されます。なので、サイズを整えます。こんな感じで。で、色を変えるときは、このブラシパネルです。ブラシパネル選択して、塗りつぶしのところを押すと、色を変えることができるんですけど、ここで、なしにしてください。塗りつぶしはなしです。で、その下に枠線っていうのがあるんですけど、これをオンにします。で、そうすると、今黒い縁みたいなのがついてるのわかると思うんですけど、ここで、縁の色を白に変えて、あと太さを調整すると、こういうインスタアイコンのね、角丸の正方形が作ることができます。
で、ちなみにこのスタイルっていうところを押すと、この枠線のデコレーションを変えることもできます。ドットにしたりとか、ちょっと手書き風な線にしたりすることもできます。で、この角丸のですね、丸さを変更したいときは、ここにちっちゃい緑色のチョボみたいなのがあるんですけど、これをですね、スライドすると、この角がどんどん丸くなっていきます。なので、これくらいかな？はい、これくらいで OK です。で、この要領で真ん中の丸のとこも作っていくので、プラスボタンから楕円形ツールですね、楕円のやつを配置します。で、ブラシパネルから、塗りつぶしをなしにして枠線をオンにします。はい、じゃあこんな感じで完成になります。もう超サクッと簡単に、グラデーションツールとあと図形ツールだけでインスタグラムのアイコンを作ることができます。で、今ですね、このアイコン自体は、角丸じゃないというか、角がカクカクしてると思うんですけど、このアイコン自体の角も丸くしたいっていう時は、一番初め背景の色をグラデーションにするんじゃなくて、一番初めにこの角丸ツールを画面上に配置して、で、これの塗りのところを選択して、ここをグラデーションにします。で、そうすると、この角丸の四角形の中だけがグラデーションで塗りつぶされるっていうような感じになります。なので、あとは一緒ですね。上に白枠をつけていく感じです。で、ここまでできたら書き出しをしていくんですけど、書き出しするとき注意してほしいのが、今背景がですね、白で塗りつぶされているので、この背景の色をなしにしてください。そうすると透明加工になるので、この状態で書き出していきます。書き出しするときは、右上の点点点のところから書き出しです。で、この中からイメージってやつを選んでください。で、そうするとオプションが出てくるので、この中からピングを選びます。で、下の透明な背景っていうのがオンになっていることを確認してください。で、書き出しっていうのを押して、画像保存ですね。で、そうするとこんな感じで写真アプリの中に、このアイコンが保存されてます。で、ちゃんとこの周りのところは背景が透明になっているので、この状態で違うアプリに貼り付けたりすることも簡単にできます。はい、ということで、さっくりですけどインスタグラムのアイコンの作り方でした。で、今回使ったキーノートっていうアプリは、本来はですね、プレゼンテーションの資料を作るためのアプリなんですね。で、結構いろんな機能があるので、今回はそれの応用編っていう感じでやったんですけど、もしプレゼンテーション資料、おしゃれなやつ作りたいなと思ったら、キーノートのアプリを開くとですね、こんな感じでたくさんテンプレートが並んでいます。で、これ最近のアップデートでかなりたくさん追加されたんですけど、この中から自分の、トンマナというかイメージに合うものを探すんですね。で、選択します。で、そうすると一番初めはこんな感じで何もないプレーンな画面が出てくるんですけど、この画面の左下にプラスボタンがあるので、ここでスライドを追加って言って、自分の好きな、デザインのスライドをですね、追加することができます。で、例えばこの中から1個選択すると、この2枚目のページのところに追加されるので、こんな感じでどんどんページを足していきます。で、全体的にこの色のカラーだったりとかはちゃんともう統一されてるので、好きなやつ選んで、例えばこの上からテキストを打てば、全体的に統一感のあるプレゼンテーションをですね、簡単に作ることができるというような感じになってます。で、他にはこういうイメージギャラリーのスライドとかもありますね。これは写真の右下のプラスボタンを押すと、違う自分の写真に切り替えることができます。で、こういう超ボールドで強めのタイトルデザインとかも作ることができます。これとかね、めっちゃおしゃれですよね。で、他にもたくさんテンプレートデザインってあるので、こういうファッション系とかコスメ系で、プレゼンテーションボードを作りたいなっていう人は、こういうデザインのやつを使ってもらったらいいと思います。キーノート純正アプリで無料なので、ぜひどういうのがあるのかっていうのをね、見てもらえればいいと思います。はい、ということで今日は以上にしたいと思います。キーノートの隠れ機能というか、まあキーノートでもこれぐらいのことはできるんだよっていうのをね、今日分かってもらえればそれで嬉しいなって思うので、ぜひ皆さんも試してみてください。はい、ではこの動画が良かったらぜひいいねボタンも押してもらえると嬉しいです。
ではご清聴どうもありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。